秋篠宮家が悠仁んをめちゃくちゃ隠そうとしてるんですねちょっと公にできないんでしょうねこれは昔からなんですけど最近の例で言うとこれですね悠仁親王殿下の成年式の時期についてとありますけども成年式やらないんですよねなんでやれないんでしょうね 被災者信濃殿下本年市9月6日に18歳になって5000年を迎えられると、それにあたって被災者信濃殿下の青年式のことについてお伝えしたいと思いますと。たかが会見するぐらいですよね。しかしながら青年式もやられずにということは会見もないということで、会見ってなると、年尾宮殿下の青年会見が素晴らしかったですよ。長文を喋られてですね。 例えば、綾宮殿下が二十歳になられたときは、成年式の前には、えー、宮中での重要な儀式に向けた襲来や社者会見当日は、賢しこどころ、殿、神殿に、えするの儀や長剣の儀などが行われて、そうなんですよね。だから、悠仁君をこれやらないっていうのは、ある程度事情があるんだろうなって思うんですよ。 これらすべてを行うには多くの時間を要することになる。今まで成年式を行われた皇族は大学、ご在学中でいらっしゃいましたが、新能殿下には高校3年生として、だから状況として一緒なんですよね。1日ぐらいなんですけどやったらいいものを、冠も買うんでしょ約何万円かの。今年の予算についてるんじゃないんですかその冠寝かすんですか <laughs> なおかつ、 後続費を増額分受けけ取るわけじゃないでですかしかしも月割でなのに成年式しないっていうのは無理があるんじゃないのかな少なくとも成年式してから増額される後続費を受け取られればいかがかなって思うんですけどなんでしないんですか 青年会見できないからなんじゃないんですかこうしたことから、新郎殿下には、高校生活を締めくくる年を有意義に過ごしていただいて、その上で高校ご卒業以降の適切な時期に青年式を取り行っていただきたいと考えておりますと。 やっぱり隠そうとしてますよね一口に高校ご卒業後の適切な時期と申しましても親王殿下の進路がどのように決まるかによって成年式の時期は変わってくるものでありますと何でなんでしょう成年式の時期がなぜ進路で変わるんでしょうかそれはおかしくないですか ?18 歳で成年式なんですから高校ご卒業後大学入学がお決まりになることもなってないこともありますし大学での行事もご入学になるまでわからないと思います。 そのような趣旨の事情をかみしながら公職はじめ国内庁の関係部局においてご青年の行事の時期を検討していくこうとを考えておりますと。青年式は昭和60年の秋山宮公子殿下以来となると過去の例を参考にしつつ青年年齢が変更になって現状を踏まえながら準備してまいります。もしやらないんであればもうずっとやらなければいかがですか 無駄なんですからでも、冠無理勝った以上はやるんでしょそして、その時期につきましても、新郎殿下の新郎の状況、その後のご生活やご予定など考慮した上でお知らせできればと考えております。それって成年式なんですかね例えば、極端に24で成年式やりました、みたいな。22とかでも、遅すぎでしょうと。やっとまともに会見できるようになったかってわけですよ。これは隠してるんじゃないのかなって思っちゃいますよね。で、最近の週刊女性です。まさか 紀子様が瞑想する閉ざされた皇室への申し出となんと開かれた皇室じゃなくて閉ざされた皇室ということなんですね。時代の天皇家である英宮家は閉ざされた皇室への道を歩まれているように感じますと不安の念を抱くのはある皇室じゃない人と。毎週行われる定例会見で、 アキシオメイクに関する情報発信などを担うのがアキシオメイクの送金トップである公式大部。今年2月、そのポストに元警視総監の吉田さんが就任したことで改革への期待が寄せられてました。吉田氏は福岡の特定危険指定暴力団、工藤会を壊滅させた人物で、その後腕ぶりは有名だった。しかし、結局は会見中に記者から 秋篠宮家に関する些細なプライベートの質問が出ても吉田氏は口を閉ざすばかりでおそらくこれはエーミアご夫妻の方針だと思われますとやっぱり隠すんですよね。久人君においてはもうすごい隠すんですよ。久人君が仮に立派だったら隠す必要はないですよ。隠して振動がアピールしてるわけですね。な矛盾があるわけですよ。本当に振動なら目立たせるべきですよ。秋篠宮家は目立ちたがり屋さんでニュースに出まくってるわけですから 出したらいいものを出せないっていうのは、まあ、何らか見せれない事情があるんじゃないのかなそういうふうに推測しちゃいますよね天皇家が公開するプライバシーの範囲と比べ公式はかなり情報の開示が狭いのが現状でしょう例えば豊臣宮殿下の学校生活については一定程度の情報が開示されていましたがそうなんですよ学習には公開されます皇族と要が特別扱いをしないっていう素晴らしい学校なんです まあ、そして、出実合憲の教えがあるんですけれども、筑波大学属高校とかは、皇族の登校とか、皇、え、族、ー、のですね、活動において慣れてないですから、隠しちゃうんですよ。だから、身分証が必要であったりとか、警備もやりすぎなんですよ。結構異様な状況になってましたね。久しぶの学校での生活や、過去さんの日頃の生活をお過ごしようなどは、全くわからない状況。 ね。ヒットは天皇家であって、公式は自席であるという立場だとしても、プライベートなものも含めて、公式の情報の解除を幅広くされた方がいいでしょうと。もともと昔からですね、結構隠してるわけですよ。うエ、ん、コさん、久人君のイメージアップを隠さくと。まずは運動会公開と。一緒に遊ばないよ。あ,あの子と遊んでもさ、と。よく一人廊下歩いてると。 こんな風に言われちゃってるんよ。エミア5歳の長男ひたひとくの学校での様子を同級生に聞くとこんな答えが返ってくると。まあ、やっぱりこういう実情があったんですよね。 お茶の水女子大学附属小学校でも。ですから公開とかすると、こういう風景がバレちゃうんじゃないのかな。だから公開できないんじゃないんですか友達いないっていうのはバレますからね。この春、お茶の水女子大学附属小学校2年生に進級された久人くんですけども、ゴールデンウィーク直前には学校でいじめを受けていることが一部で報じられた。いじめじゃないでしょう。久人くんが友達作れないんですよ。 今回の真相について、お茶代関係者が思い口を開いてくれたと。いじめの真相は、久人くんの一人ぼっちだと思います。お茶代不足症は活発な事情が多いので、おとなしい久人くんはペースが合わずに、お一人で過ごされることが多いようなんですと。露骨な仲間外れや無視というわけではなく、まして暴力や暴言を浴びされるようなものではなく、学校には通われています。 お釣りと一人で動物の世話や虫取りをされる被災くのお姿はおかわいそうですが、今回の試練を乗り越えることができるんだろうかと、別のお茶代関係者、被災職のお茶代付属幼稚園に紀子さんがお茶代で研究をしていることによる特別入学制度に入園されていると。まあそうなんですよね。こういう入学制度においても裏口とかをやりまくってるので、やっぱり実力とか見せれないんでしょうね。 見せれば見せるほど、こういった、まあ、特別損度とか裏口とかがバレてしまうから、見せれないんでしょうね。だから、インスタ、秋篠宮の公案で、え、やりましたけども、自滅してるんですよね。公開できるようなものなんてないのにね、見せたら見せるほど、ダメにやっていくんですよ。じゃあ、秋篠宮さん、秋篠宮家の内部事情見せれるんですかって言ったら、あーぶ見せれないでしょうね。でも、 他の読み分けは公開されてるじゃないですか見してみたらどうですかってわけよさらにお茶代付属では男子は中学生までしか進学できませんけども茶人くんが望めば高校を学化するんではという噂が絶えませんとかそんな話もあったんですよすごいシャットアウトしてきたんですねその最たるものは入学式などを除いて運動会や遠足などの学校行事の取材設定を一切シャットアウトしてきたかどうだと思いますというのは区内庁関係者 学習院であれば、元々は皇族のための学校なので、皇族と同級になって取材の写真や映像に映り込む心づもりもありますが、お茶代付属の児童や保護者不慣れという背景を考慮して、ただ、そんなお気遣いが恨みに出たというお茶代関係者もいると。 ちょっとね、BGM みたいなもんやと思ってくださいよ。入場者の制限が厳しくなって、警備が限界になったり、ウィンカー以前と変わってしまい、これだったら取材を受けた方がという声も保護者から上がりましたと。そんな中、5月下旬に運動会の動向が注目されていましたが、あるアクション宮け関係者が打ち上げると、実は5月に入った頃に運動会の一部をメディアに公開することは決まったそうです。異例のご決断だと思いますってわけですね。いきなり、 今までシャットアウトしてきたものを見せようとし始めたんですよ。その結果、えー、綱引きですね。まずは綱引きでした。久人くん運動会で綱引き、学校行事を初公開。えー、綱引きなんですけど、負けちゃったんですね。貴子さん、複雑に表情してましたよ。あら、まあ、木組が勝っちゃったわ、みたいなね。うん。秋篠宮家の長男久人くんが通う東京文京区のお茶の水女子大学付属小学校で、24日運動会が行われました。 えー、2二年生の久人くんは、えー、緑組として綱引きに出場し、木組と対戦。久人くんは体を後ろに倒して、懸命に綱を引っ張る。結果は木組の勝利と、他の保護者と共に立って、観戦された、え、宮スタイは笑顔で応援されていました。この後、久人くんは二人三脚にも出場しました。久人くんの学校行事が公開されて初めてのことと、緑組が負けちゃったんですよ。複雑そうな顔しましたよ。 見てみてください。木久さん足の秋篠宮さん。結構、そうな顔されてましたよ。<laughs> 見しちゃダメなんですよ、やっぱり。次に、これも聞いたよね。その流れで見していったんですけど、割とこれがなかなかひどかったですよね。久しぶの運動会にマコさんのお姿なくメディアを強制使う。はい。 で、5月19日、エイミの長男、久人くんが、通われるお茶の水女子大付属小学校で運動会が行われた。今年6年生の久人くんにとって小学生最後の張り舞台。学校周辺では、警察官が巡回して、厳重な警備体制が力でいた。いつもよりピリピリしている感じで歩いている人に警察官、小洋かって何か確認している姿を見かけましたと。久人くんはハードル走や騎馬戦、大玉送りに参加された。この大玉送りが、 伝説の動画になっちゃったですけど、はい。パパって言ってます。騎馬戦では上に乗る重要なポジションを務めたほか、大玉送りでは勢い余って折り返し地点の甲にぶつかるなど、グラウンド全力で駆け回っていらっしゃったと。でエミヤゴサは観覧スペースの最前列から、他の保護者と同様に奮闘するひたひとくんへ声援を送られていましたと。 だが、その他にマクソんのお姿はなかったと。久人君の運動会のご様子は昨年でメディアに公開されています。2年前にはマコも久人君の応援に駆けつけられてましたけども、しかしながらマクさんがいなかったんですけども、まあ、そういうふうに公開したら公開するだけ割を食っていくんですよね。あの、オダムコロゴシの映像なかなかなもんで、全然久人君活躍できてないですよ。そのくせにくらい以上ダイナミックなラリーとか言ってみたり、バドミントン以外でも、 バレーボールで連続得点みたいなこと言ってたけども、嘘やん。嘘つかないでくださいよって思っちゃうし、もし、それを、ね、国民に信じてもらいたいなら、インスタかなんでもいいですから、バンバン報道してるんですから、もうそん中に、ね、画像の一枚でも載せたらいいと思うんです。それだったら見ますけどね。ダイナミックなラリーの久人くんちょっと見てみたいですけど、どんな感じなのかなみたいな。<laughs> バドミントン連続得点のアタック久人くんみたいですね。 ちょっとアタックナンバー見たいなって思うんですけども、見してくれないもんね。な,なんでなんですか。カ <laughs> コさんの英語喋る映像とかちょっと見てみたいですけどね。なんで見してくれないんですかなんで音声ないの,の音声ないのに英語アピールされても止まるよね。だから公開できないんですよ。公開したら割を食うから。 なので、キこさんが閉ざされた皇室になってるっていうのは、方針というかそうせざるを得ないぐらい内部事情がやばいっていうことなんじゃないのかな。閉じざるを得ないのかなって思うんですよ。で被災々の学校での生活や過去さんの日頃の生活をお過ごしようなのは全くわからない状況ですと、この辺にしておきましょうか。で、プツプツ切れる現象が起こってましたけども、 思い切ってパソコン変えました。妨害とかではないんで、明らかに、ブチブチ言ってて申し訳なかったです。お手数おかけしまして申し訳ございません。以上です。それでは皆様ご一緒に地下室お疲れ様でした。ありがとうございました。だから今日ちょっとね、移動作業やってたんで、はい、これが新パソコンでの初撮りですね。